さあでは両チームのスタメンサブを見ていきます。まずホームチーム名古屋グランパスです。ゴールキーパーはランゲラック、スリーバックは三国、真ん中にハチャンレが初スタメンになりました。右に野上です。中盤の底に米本、その前に森島と泉が並びます。左に山中、右に中山、ツートップは永井とキャスパーユンカーです。サブには福岡から加入の山岸が名を連ねています。アウェイチーム町田ゼルビアです。ゴールキーパー谷光成、4バックは林、チャンミング、ドレシェビッチ、鈴木です。ダブルボランチに下田と柴戸です。左に平川、右にバスケス・バイロン、今日のツートップは藤尾とオセフン、そしてサブにはオーストラリア代表ミッチェル・デュークが入ってきています。左のクロス、オセフン入ってくる、ハチャンで弾き返します。セカンドボール、オセフンのポスト振り切れるか、柴戸パスを選択、中通して藤尾のフィニッシュ。宮根すらせればというところでした。またこのセカンドボールですね。鈴木のクロス、ハチャンでか、オセフンか、押し込んだ。初勝利に向けて町田が先手を取りました。最初のボールは弾くんですけど、やっぱここですよね。セカンドボールに対してのプレッシャーが少し甘くなったのと、はい、まあ、あとはこう人数かけて相手が入ってきているところに対しての、はい、まあ、やっぱり寄せの悪さですね。寄せの甘さ、まあ、これは鹿島戦もあったんですけど、こういったところですよね。ただいいボール入れましたよね今ね、はい、最後は藤尾のフィニッシュでした、はい、町田ボールが、平川出てきた、平川出てきた、バスケスマイルか、藤尾だ、倒れた、よく戻りましたね今、はい、ずらしたところ藤岡、面白い言い方しましたね今ね、はい、ニアサイドへ速いボールすらしてということでしょうけどね、はい、ニアに走り込んで、いや、その山中使います。山中狙ってきたか、こぼれた、これが先ほどの山中のフィニッシュです。今ボールが向かい点というか、まあ、落ち気味のボールでしたね、はい、柴戸です。足元フェイクから左、あー、オーバーラップ、オセフンが来る、まだありますね、逆サイド平川だ、ここに平川、オセフン、藤尾のシュートだ。今ハチャンレですかね、シュートブロック入ったのは、はい、よく体を投げ出しましたね。長井をめがけてユンカー逆サイド、これが17番の増井に通りました。さあ増井のドリブル、グランパスファミリー盛り上がるフィニッシュまでいった、これが増井健です。デュークをターゲット、藤尾が中で待っている、平川入ってきた、平川だ、三國がシュートコース入りましたね。こううまく切り返して外して、この切り返し落ち着いてましたね、はい、はい、レッドになりました、まあ、いわゆるドグソ、そうですね、はいはい、まあ、ちょっとミスからですから、
まあ、ちょっと出しどころがなくて最後のちょっとコントロールをちょっとミスをして、はい、そこにこう寄せられましたんで、つい最後ね手が出てしまいましたね、ここ、はい、ここ狙うかですけども、一度大外に振っといてっていうところもあると思いますけどね。その大外には増井がいるが、中央パトリックか、今年から J1 の舞台に移してきた FC 町田ゼルビア、ここで J1 初勝利となりました。FC 町田ゼルビア J2 での初勝利は2012年の3月17日、あれから4368日、 J 通算182勝目が歴史的な J1 初勝利ということになりました。